はい、綺麗ですか。あ、本当です。はい。はい、ではこれから森さんの洗礼式を、はい、します。皆さんどうぞ祝福を持ってですね、一緒に参加してください。あ、森さん、はい、これからですね、はい、信仰について質問しますので、はい、アメンと言ってくださいね。終わりました。その後水をかけて、はい、お祈りします。はい。終わりました。はい。はい、では皆さん、森さんの、告白を聞いてください。ここでね、はい、はい、近づけていきますね。はい、森さん、はい、過去のさまざまな、罪を、はい、本当に認めて、はい、イエス・キリストの前で悔い改めますか。はい、アメン。悔い改めます。十字架によってイエス様が森さんを愛していて、森さんのためにも十字架にかかって死んでくださり、その十字架の血によって森さんの過去のすべての罪が清められ許されることを信じますか。はい、アメン。イエス様が森さんを導いておられて、森さんに永遠の命を与えようとされています。その信仰によってイエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を受けますか。アメン。森さんの俺余命4年って言われてるんですけど、生きられるんですかね。はい、永遠の命を受けるので、はいはい、この肉体はどっちみち滅びますよね。はいはい、だけどその永遠の命によって、はい、我々も復活して、はい、天国で永遠に生きれます。本当ですか。天国で生きれるんですか。はい、はい、ですから森さんは今までちょっと失望してたと思うんです。いや、もう本当にもう失望してました。4年しか生きれない、はい、もう4年しか生きれなくて、もうこれからどうしたらいい。今日から信じて安心していいんですね。安心、もう今日からね、はい、永遠の命があると、はい、イエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命があって、はい、もう、永遠に生きれると信じるんです。はい、あ、分かりました。アメン。はい、アメン。そうするとポジティブになります。分かりました。はい、死の力、悪魔は死の力で私たちを脅します。はい、この世の中は悪魔が脅してね、はい、殺すぞと言って脅して、はい、みんなが怯えてる社会なんです。はい、ということはあれなんですか、犯罪者とかも全部サタンの仕業なんですか。ね、サタンに、はい、脅されて悪いことです。悪いことです。じゃあ私も過去にこういろいろ悪いことしたんですけど、うん、それもサタン、サタンに脅されてしてしまったわけです。はい、あ、そうなんですか。はい、くそー、サタン、こう許せねえよ本当サタン。今日からサタンに勝利します。わ、はい、かりました。もうサタンにも負けないように。はい、はい、じゃあ続きます、はい、ね、森さん、これからはサタンに耳を貸さないで、イエス・キリストの言葉を聞いて、清く正しく生きたいと決心しますか。アメン。これからは、兄弟姉妹一致して、サタンに立ち向かい、日本を救い、日本人を救い、世界を救いたいと思いますか。アメン。森さんが、今まで、苦しかった、本当につらかったことはイエス様と出会うためであり、イエス様を信じるためだと、信じてください。アメン。これからヨシさんを通してたくさんの人がキリストに導かれ、たくさんの人が、救われると期待してください。アメン。ヨシさんの上に、ヨシさんの心の中にイエス様が来てくださり、ヨシさんの上に神の大いなる祝福と栄光があると信じてください。アメン。森さんのイエス・キリストを信じる告白に基づいて、イエス・キリストの御名によって洗礼を授けます。アメン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 。注意してくれました。いや、もう兄弟ですから。兄弟、はい、兄弟姉妹ですね。もう兄弟です、ね、はい、もう皆さんも私の兄弟なんで。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アメン。じゃあお祈りしますね。はい、天の父様、ヨシさんが、森さんが、洗礼受けたこと本当に感謝します。この信仰告白が彼を救い、そしてこの信仰告白が多くの人たちを祝福することを信じます。どうぞイエス様、あなたの祝福が訪れますよ。今まで受け損なってきたさまざまな祝福が戻ってくると信じます。どうぞ予算を救ってください。すべての罪が許され、
永遠の命が与えられたと信じます。神の子になったと信じます。聖霊様来てください。聖霊様来てください。ヨスさんの心の中に来てください。聖霊のバプテスマを受けますように。聖霊のバプテスマを受けて、どうぞ聖霊に導かれて、これからの人生が新しくされますように。神の子として、生き始めますように。主よ、どうぞあなたが共にいてください。これからの試練困難を信仰で乗り越えることができますように。あなたの支えで乗り越えることができますように。ヨスさんの足を癒してください。ヨスさんの余命をなくしてください。永遠の命が与えられました。永遠の命が与えられました。ヨスさんにネガティブがなくなって希望に満ち溢れますように。イエス様の皆によってお祈りします。アメン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 。おめでとうございます。アメン。あ、よかったです。じゃあですね、ヨスさん、ここに来てですね、はいはい、なぜ信じたとか、はい、信じてどう変わったかということをですね、はいはい、話してくれますか。あ、わかりました。近く、はい、じゃあ一番こうね、一番イエス様がすごいと思ったのが、何でもね許してくれることなんですよ。私はその考えに今回信仰をして、はい、もう本当にこれからもうイエス様だけを信じて生きていきたいと思うんですよ。はい、私は数々のニコニコ生放送で、まあサタンの仕業なのかわからないんですけど、悪事をやはりしてきました。はい、女の人から6万円もらったり、はい、スカイプで女の人の会話を録音したり、はい、障害者一級だからといってそれをあれ異性にして恋人と別れたり、いろんなことをニコニコ生放送でやってしまったんですが、イエス様がいてくれたんで、この罪も許して全て許されると、はい、すごい寛大なお神様で、もう本当に感謝しています。はい、心からもうキリスト教で骨をうずめたいと思います。はい、放送でもこれから、プロテスタントのカリスマ法を伝道していきたいと思うんで、はい、これからも皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。アレルヤ。アベ、ありがとうございます。アメン。素晴らしいです。どうもありがとうございました。はい、どうぞお座りください。いや、本当に感動ですね。感激